リング劇場は、かつて、オーストリアウィーンに存在した、歌劇場、アンデアウィーン劇場と並ぶウィーンのオペレッタの中心地であった。内部での発砲リング劇場での発砲1881年12月8日の、火災1881年12月8日、ホフマン物語が上演されることになっていたが、その上演前に、舞台から出火して火災が発生した。 警報装置は作動せず、いきなり客席の明かりが消えた。驚いた観客は一斉に出口に殺到した。しかしドアは内側にしか開かないようにできており、殺到した人々によって開くことができなくなってしまった。400人以上の死者を出し、ウィーンの劇場史上最悪の惨事と呼ばれた。この事故を受けて、ウィーンの街は1ヶ月の間もに服し、